小野田参院議員、 LGBT 法も原因、自民党員3万人減に裏金か LGBT か、どちらであっても自民政策に対する批判は確か。こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。今回はタイトルにもありました通り、自民党員減少についてです。デイリーは自民党小野田参院議員、党員3万人減に LGBT 法を通した後ですよ、激減したのはと指摘、裏金事件の影響を否定と報道しましたが、どこをどう読んだらこんなタイトルが付けられるんでしょうか。小野田さんは党員3万人減ったことに対し、 LGBT 法を通したことにも影響があるんですよと発信しただけ。裏金事件の影響を否定なんぞしていません。こちらのポストをご覧ください。いや、不記載はもちろん不信を招いていますけど、継続党員の手続きって夏頃からだから、この件の影響はまだ出ていない頃、 LGBT 法を通した後ですよ、うちで激減したのは。そこをちゃんと向き合って認めて猛省しようよ。いかがですか。不記載はもちろん不信を招いた。しかし LGBT 法を通したということも原因、そこも猛省しなければならないとしているわけです。今の自民党岸田政権、何も不記載問題だけで日本国民は怒っているのではないと私は思っています。そして多くの龍之介チャンネルをご覧いただいている方もそうなのではないでしょうか。移民政策や海外へのばらまき、ステルス増税など、数限りなく日本国民を裏切り続ける岸田政権、やらねばならないことには日本国民は協力しますよ。しかし安易な政策には断固反対だということです。デイリーのタイトルは、自民党小野田参院議員、党員3万人減に LGBT 法を通した後ですよ、激減したのはと指摘、裏金事件の影響を否定。じゃあ共同はどう報じたか。自民党員裏金事件で3万人減、不信招いたと分析。こちらは3月12日の報道でしたが、自民党の金子組織運動本部長は12日の党役員連絡会で、2023年末時点の党員数が109万1075人だったと報告した。22年末から3万3688人減少。金子氏は派閥の政治資金パーティー裏金事件が影響したとして党員の不信を招いたと分析した。梶山幹事長代行が役員連絡会後の記者会見で明らかにした。裏金事件は23年11月に東京地検特捜部が捜査していることが判明、年末までの短期間で党員数減少につながった形だ。自民の党員獲得目標は120万人。金子氏は次期衆院選などを念頭に各種選挙を勝ち抜くため、目標達成に向けて粘り強く取り組むとも語った。いかがですか。120万人党員獲得が目標としていますが、何をほざいとるんでしょうか。そんな目標を掲げるよりも自民党の数々の失策を猛省することが先でしょう。小野田公美さんの発信通り、何も政治と金だけで党員が減少したのではありません。分析が甘すぎます。龍之介チャンネルのご視聴者の方のコメントにも、 LGBT 法を通した時に長年自民党を応援してきたがやめるかなどの意見が多数寄せられていたのも事実です。政治と金問題を政倫審で弁解したから、派閥をなくしたからで党員が戻ってくるなんて考えていたら、甘い甘い甘すぎますよ。それにこの党員、特に自民党に限ったことではないようですが、党員になるにあたり特に国籍条項の確認はないに等しいです。少なくともその確認は厳しくはありません。外国籍の人でも、例えば外見と名前が日本人のようであるならば厳しい確認はなく党員になれる。ホームページには日本国籍を有するとありますが、それへの確認については特に触れられていません。そして政治資金パーティー券購入の大口には外国人も多くいます。昨今の NTT 問題などでも結局
外国人が日本の企業や政治に占める影響力は年々増加しているのも事実です。マスゴミを見てもお分かりになられると思います。自民党が再生するには政治資金、政治と金の問題、これをクリーンにする、こんなのは当たり前のことで、その他にも日本国民を裏切り続けた数々の法案、政策を今一度見直すべきです。そして何よりも公明党を切り捨てろと言いたい。令和6年度予算案の年度内成立が確実となり、岸田文雄首相自民党総裁が早期の衆院解散、総選挙に打って出る可能性がくすぶる中、連立を組む公明党から首相を牽制する発言が相次いでいます。自民派閥のパーティー収入不記載事件で内閣支持率は低迷しており、共倒れを避けるためブレーキをかけたい思惑が見え隠れする。解散時期をめぐって与党内の神経戦が厳しくなっている。政治不信が極めて強く、内閣支持率も下がる一方という局面だ。国民の信頼を取り戻すような流れがない限り解散をするべきではない。これは公明党の発信でしたが、12時の報道でした。今選挙したらボロ負け、公明党も影響を受け共倒れする、だから早期の衆院解散はやめてくれですよ。まあ公明党はこのように発信してたわけですが、ご視聴いただきました皆様はいかが思われましたでしょうか。ぜひご意見コメントをお寄せください。そしてチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。